ただいまより第12試合スーパーファイト K1 スーパーフェザー級ワンマッチを行います。青コーナー168センチ60キログラムギリシャナソスメジロジム、スタウロスエグザコスティニス。チャンピオンに鉄の拳が襲いかかる。スタウロスエグザコスティニス。赤コーナー166センチ60キログラム日本トライハードジム、 K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者タイガー。チャンピオンとして迎える2戦目、結果そして内容を残す、見せることができるかタイガー。スーパーファイト K1 スーパーフェザー級3分3ラウンド、スーパーフェザー級は60キロがリミットとなっております。スタウロスエグザコスティディス、対するはタイガー。放送席 K1 公式サポーター関根勤さん、解説は正人さん、中村匠さん、スペシャルゲスト久松郁美さんです。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは関根さん、タイガーがチャンピオンとしてさまざまなものが問われる一戦ですね。そうですね、もうね、もう前へ出るって言ってましたからね、まあ、その通りのファイトを見せてほしいところ、いった踏み込んでいきました。サウスポーはタイガー、オーソドックスはスタウロス。タイガー前回の試合で倒せなくてすごい悔しがってましたからね、今日は倒しに行くんじゃないですか。ただこの相手がですね、マサトさん、まあ、かつてマサトさんと激闘演じたあのマイク・ザンビディスとも練習をしたことがある、まあ、同じニックネーム持ってる選手、なんか体つきも似てますよね、ザンビディスに。そうですか、まあ、マサトさんにもその試合を見て憧れていたなんて発言もありました。まあでもタイガーも強いですからね、まあ、ここは距離の取り合いでした。結果はいかがでした。中野さん、はい、このスタウロスというのは、まあ、どういった特徴の選手なんでしょうか。本当にあのバンチを振っていくタイガーです。コーナーに詰めて、あのザンビスと同じようにこうパンチャータイプで、ガツガツ抜くタイプなんですけど、もうちょっとタイガー選手のスピードが、そうですね、速くてちょっと圧倒されてますね。意外とパンチャータイプだと思いきや結構蹴りも使うんですね、はい、でしっかり見えてますけどね、タイガーの方は。いやー、スタウロスの方、ガード固めながら、あと結構右のカウンターとかうまいですね、相手入ってくるところ。そうですね、あの蹴りに対してちゃんと蹴りのカウンターも返すんですよね。あのクリスチャン・スペトゥク、階級上 の K1 のライト級のトーナメントの選手、勝った試合も、はい、スペトゥクの突進にこううまくパンチ合わせてダウン取ってるんですよね、それからあのガツガツいくだけじゃないパンチ、左もらってしまった。カウンターで出た、ジャブにかな、左カウンターが集まったね。ちょっと脳が入れた、テンプルもらってしまったタイガー。今すごい角度があったかな、いや、テンプルスリーバー、鉄の拳を襲いかかる。いや、タイガーこのラウンドちょっと足使ってちょっと構えた方がいいですね。追い込まれましたチャンピオン、どんな感じがありますか。うまく逃げて、足使ったり足、残り40秒、スタウロス、なんと初来日でビッグアップセットになるかというところ、前に出ていく、タイガーの残り30秒からついている、追いかける、南のオーバー、赤間フックオーバー、倒れることは許されないタイガー、ダメヒーザー、一発返します、残り20秒、1ラウンドで沈みました。世界にはいますね。いやまさにマイク・ザンビレスを思い出しますね。そうですか、鉄の拳。いやすごいな。久松さん、お話を伺う前に終わってしまいました。そうですね、ちょっとタイガー選手残念でしたね。1発目のカウンターすごい角度で入れましたよね、この2発目もマサさん、強烈でしたよね、最後の左、タイガーの右のジャブに左クロス外れたんで、そうですね、はい、そうですよね、はい、最初のダウン、
いやまだちょっと場内の空気が波立ってると言いますか、ざわざわしています。序盤はちょっと早かったですけど、それで翻弄するかと思ったんですけど、やっぱしっかり見えてましたよね。見えてましたね。二本目爪明様にお願いいたします。いやこのスーパーフェザー級中村さん、はい、まあ、激戦区ではあるんですが、いやまた一人トーナメントだったりでね、やっぱ日本人選手がすごく強さを見せて、はい、まあ、日本人中心に回って回復なと思ったんですけど、いましたね、やっぱり強い強、ね、本当にまだ見ぬ強豪が、うん、ギリシャから。いやそれにしても後半戦は KO ですね。KO が続いてますね。一気に中レベルがグッと上がってきた。アベマ TV 様より KO ボーナス20万円が贈られます。さあエグザポステです。何を語るか。オールジャパニーズ。イメポリハルメノスキリサヤナミノ。フカリソありがとう。本当に日本の皆さん、ありがとうございます。言葉では表せないほど嬉しいというふうに申しています。まあ、本当にこの、まあ、マイク・ザンビスの試合を見て日本に憧れて、関根さん、そうですよね、憧れの舞台でこの結果ですよ。そしてチャンピオンに勝ったわけですからね、嬉しくてしょうがないでしょう。いやまだネクストがありそうです。スタンロス、エグザ・コスティディス、この名前覚えてください。